やっぱ戻ってへんか。まあ、あんたと話したかったし、ちょうどええか。Right, I know this is like a part of like the floating islands or whatever, but this legit looks like a dead pixel. And I'm not boasting or anything, but this is like max settings, so... What is this? It looks like a completely dead triangular pixel. うちの付き添いで走り回ってくれてありがとうな。みんな優しかったさかい、順調やったな。Not gonna lie, I really want Yoimiyano, but considering that after her banner is Raiden, I don't have much. Yeah, I can't really save for both. I just don't have the luck. I just don't. Ah, ちゃんと話す機会がなかったし、ちょうどいいかもな。It was nice just listening quietly. うちのことばっかで、あんたらをほったらかしにしてた感があるやろ。せやから。ずっと喋る機会を探してたんや。初めて会うた時もお互いてんやわんやしとって喋る暇あらへんかったし。あんたら旅人なんやろ？稲妻に来る前はどんなとこ旅してたん？I guess I'm just gonna say Mondstadt because literally freedom, you know? Freedom. ええなぁ。規則みたいなんがほぼあらへん国やろ。一人一人が思うままに。何のために嵐を抜けて稲妻まで来たんや。あと、とある神から答えを聞くためだ。神様が原因で家族と別れたん？そうやったんか。辛かったやろ。そっか。ほんまはずっと稲妻に残ってほしかったんやけど。そういう理由ならしゃあないな。稲妻は他と違うて永遠を求める国や。つまり何事もなく穏やかなまま平凡な日々が過ぎていく。これのええとこは疲れた人にとってぴったしの休憩所になるってことやな。But because we're an outlander and because this state of Inazuma is pretty hard and harsh.For outlanders, it's not really the best. Not gonna lie. これじゃちょっと分かりにくいか。うちはただ、あんたが疲れてもうて、道半ばで初心を忘れてまうんやないか心配しとるんや。でも、それはしょうがないことだと思うぞ。疲れてるときは何やってもうまくいかへん。それに、遊びに行っても楽しないやろ。 True. うちの友達に冒険者がおるんやけど、その子から教わった言葉で、ゴールだけを目指して走っとると道中の出会いや感動を無駄にしてしまうっていうのがあるんや。 Exactly. That's why I don't rush a lot of things in Genshin. Even if I do, one, it's for a video, and two,It's probably only for a video, not gonna lie. You know what, I don't really rush a lot of things in Genshin, I'm pretty sure. Even like World Quest, especially on my Zero Wish account, I just don't rush anything. What the hell is wrong with my voice? Every time. せやけど大丈夫や。うちが負担を軽くしてる。きっと楽しなるで。最後はここを去ってまうかもしれへんけど、素敵な思い出が残るとええな。ほんで、家族が見つかって旅を思い返したとき、稲妻が家にぴったしやって思ってほしい。
あんたらに送る花火の色や構図も思いついたで。でも、まだ内緒にしとくわ。God. Oh, I'm starting to want her so bad, but that Osaka man is just so... so good. よいみや、待たせたな。船はあそこだ。ってやり、話の邪魔しちゃったか。いやいや。そっか、じゃあ行こう。あまり目立たないようにな。でもこそこそするんじゃないぞ。逆に疑われちまう。うん、わかったぜ。雷雨にも耐えられる船ってことはかなり丈夫なんだよな。もちろん、質なら安心しろ。Go and confirm the ship's condition. Okay, it's a rowboat. ちっちゃすぎるだろ。Oh my god, fuck's sake. 一応これでも俺が用意できる船の中で一番でかいんだ。稲妻で最も頑丈な木材を使ってる。まあ正直こいつであの雷雨に挑むのは危険だろうな。これは最後の手段や。うちかて作次郎をこれに乗せるんは心苦しいしな。にしても光一、また腕を上げたんやないか。勘弁してくれ。全部仲間たちのおかげさ。バレないようみんなで作業を分担して夜にこっそりと組み立てたんだ。大きさはこれが限界。これ以上大きくしたら天領奉行の目をごまかせなくなる。わかった。ほな船は一旦ここに隠して、うちらは作次郎にこのことを伝えてくる。だんだん不安になってきたぞ。こんなことしたらお前も共犯扱いで天領奉行に追われるんじゃないか。せいやからなんや。この件に手貸した時から心の準備はとうにできとる。うちはシャブ業とよう協力しとる。稲妻で何らかの行事をやるって時は他の二つの奉行も依頼してくる。おとなしくしとけばそうちょっかいは出してこうへんよ。それに共犯言うたらあんたらも行さん手伝ってくれとるやん。But I'm the protagonist. I must have some kind of, I don't know, plot armor. そうだな。今さら抜けたって手遅れか。ん？ああ！ Do we have to be the bad guys in Inazuma as well? おお、経験者やったんやな。心配しとったけど杞憂やったようや。ほな光一、今回はほんまにありがとうな。花火ももう完成しとるから出会いとる時に取りに来てや。ついでに父ちゃんから船の代金もろうといて。もらならいいって。それにお前にもらを支払わせたなんて姉さんが知ったら俺が怒られるだろ。姉さん、うちが説明したる。うちも父ちゃんから聞いた話なんやけど、昔稲妻にとある紹介があってえらい盛んやったそうや。 This is a pretty good shot. 当時同じ時期に子供が十数人生まれてな。その子らは幼い頃から親に商売を叩き込まれてきた。みんなえらい仲良しやったらしい。ほんである日みんな独立して新しい生活を始めたんや。でも商人やからあちこち行かんとあかんやろ。そのうち会える時間がどんどん少なくなってもった。 I like the detail where Sora actually nodded there. That's a pretty nice detail. I want more of that. そして一番上の兄さんが提案したんだ。別れる前に一緒に花火を見ようって。みんな高い志を持っとって、
商売に自分なりの見解を持っとった。だんだんとみんな稲妻を離れてって、残ったのは光一だけになった。全員揃うんは無理やけど、誰か一人でも帰った時は花火を見るんが恒例になっとる。ああ、親しい人でも長く離れていると壁を感じるようになる。それは仕方のないことだ。でも一緒に花火を見上げてる時は一瞬だけ子供の頃に戻れた気がするんだ。あの頃の思い出は俺たちにとって永遠に変わらないものなんだよ。This part felt like an ending, like the way they're talking and stuff. And the timing is just so uncanny. The sun just decided to rise. Like, it's... the timing is insane. なるほど。ヨイミヤが前に言ってたお祝いって、こういうことを指すんだな。そうや。せやから、みんなの花火への期待を裏切るわけにはいかへんのや。ほな、作次郎が待っとるし、そろそろ行こか。光一、船のことありがとうな。ああ、俺もここから離れるとするよ。捕まるのはごめんだからな。そういえば、光一が紹介の友達を紹介してくれるたびに、子供の頃のうちと遊んだって言うんやけど、小さい頃のことやし、それに人数が多すぎてよう覚えてなくてな。ほんである日、光一がまた見たことない友達を連れてきた時、ついこう言うてもうたんや。せや、昔遊んでくれて抱っこしてくれたやろって。ほなら光一に笑われてな。そいつは大工をやってる友達で、老けて見えるけどうちとそんな年が変わらんかったんや。気まずいし恥ずかしいしで顔真っ赤になってもうて、うちずっと謝っとったわ。 Okay. Yeah, she really does like to talk and make it hard for me to render and edit back. 船は用意できたで。場所は地図に印つけといたから確認しといてや。それと食料と水を用意しとき、備えあれば憂いなしって言うやろ。 Does everyone have the exact same map that we have? Okay. でもせっかく帰ってきたんだ。もう逃げたくない。それに小舟一つで雷雨に挑むのは無謀すぎる。せやけど天領奉行に捕まっても結末は同じや。遅かれ早かれここにも天領奉行は来る。悠長に捨てられへんで。すまない。本当に奴らがここまで来たら早々に逃げるよ。君に迷惑はかけない。謝らんといてや。万が一の状況になってもうちがどうにかしたる。ほんまに天領奉行に追い詰められた時は迷わず船へ逃げるんやで。うん、絶対に捕まらないようにするさ。でもこのままじゃ稲妻に帰ってきたのはとんだ無駄足だ。こうまでして稲妻に帰ってきたのにはなんか理由があったのか。昔の僕は稲妻が嫌いでこの国を離れたんだ。でもそれは責任から逃れるためだった。そのことに気づいてからずっと心がモヤモヤしててね。稲妻に置いてきたものを思うと、いや、もう手遅れなんだ。心残りを埋めようとした結果がこの有様ってわけさ。そっか、オイラたちが。ほんま、鎖国なんてなければええのに。すまない。大丈夫や、せかしたりせえへんから。あんたが決心するまでもうちょい時間を稼いだる。天領奉行、天領奉行が邪魔せえへんかったらどうにかなるのに。あ、嘘や、常連さんの中に老夫婦がおったな。
確かそこの息子さんが天竜奉行のお偉いさんやった気が。とりあえず会いに行ってみるか。どうにかなるかもしれへん。でも通報される可能性もないか。心配あらへん。めっちゃいい人やから大丈夫や。あんたは部屋に隠れとき。うちらがパパッと行ってくるさかい。さあ急ぐで。時間があらへん。あかん。まだ花火と花火の材料と注文がぎょうさん残っとるんやった。父ちゃん、父ちゃん。ああ。さっきなんでオイラの言葉を途中で遮ったんだ。今のあいつに必要なもんは答えやなく時間やさかい。あらよいミヤちゃん、いらっしゃい。どうぞ上がっていって。お隣の方はお友達？Yes, it's a recolor of Madame Ping, for fuck's sake. そや、遠いとこから来た旅人や。他の国から今の稲妻に来るなんて大したやつやろ。そうだったの。今は大変な時代だもんね。稲妻人として恥をかかないようしっかりおもてなししてあげないと。せやな。それと二人の花火持ってきたで。おお、ありがとう。毎年世話になるね。昔はお父さんに、今は宵宮ちゃんに。生きてるうちに長野原花火屋の次期当主を見れるといいな。大丈夫やって、まだまだ元気やんか。縁起の悪いこと言わんといて。でももう昔ほど元気ってわけじゃないのよ。昔は田植えをしたり水を運んだりしても大丈夫だったのに、今は少し働いただけで腰が痛くなるの。昨日も雑草を抜こうとしたら腰を痛めちゃってね。そうやったんか。ほな、うちが草刈りしてるで。大丈夫だよ。せっかく宵宮ちゃんが来たんだ、働かせるわけにはいかない。お茶と菓子を持ってくるからゆっくり話そう。気にせんといてよ。昔もよくお手伝いしとったやろ。最近は花火大会で忙しいけど、落ち着いたらまた来るさかい。そうそう、オイラたちにとってこれくらい朝飯前だ。遠慮するなって。まあ本当にいい子たちね。うちのことは大違い。いい年して結婚もせず家にも帰ってこないのよ。 Wait, what? それじゃあお言葉に甘えて手伝ってもらおうかしら。それと草刈りの他にも、この大根漬けを村の向こうに住んでるサトルさんのとこまで届けてくれる？わかった。ほな行ってくるわ。ついてきてくれるか？じいちゃんもばあちゃんも足が悪いんや。草刈りしたら大根漬けを届けに行くで。World quest stuff. Let's go. 完璧やな。これで十分やろ。サトルおじちゃんは村の向こうに住んどる。行こか。サトルおじちゃん、最近調子はどうや？ぼちぼちだよ。特に変わりはない。あんたも相変わらず元気そうで何よりだ。みんなのおかげや。それに商売も順調でな。こないだリーユエにおろした花火が大好評やったみたいで、注文が増える一方や。大変そうだな。龍之介さんと二人でやっていけるのか。無理そうだったら俺に言ってくれよ。手伝いに行くから。平気や。花火のことなら無理なことあらへん。そうそう、これ香織ばあちゃんからのお届けもんや。大根漬け。おお、ありがとう。昔は大根漬けが苦手だったんだが、香織おばさんのを食べてから
その味を忘れられなくなっちゃってね。今ではすっかり家族全員この味の虜さ。家族はみんな元気か？ああ、みんな変わりないよ。たまに喧嘩もするが、家族ってそういうもんだろ。そばにいてくれれば喧嘩したっていい。離れ離れになるよりマシさ。そうだな。今谷さんとこはおじさんもおばさんも仲がいいけど、子供がめったに帰ってこないからきっと寂しい思いをしてるだろうな。見た感じ平気そうやったで。もう慣れてもうたんやろな。せやけどおじちゃんが言うことにも一理あるな。これからはもっと遊びに行くようにするわ。話し相手がおったら寂しさも紛れるやろし。ああ、今田村のみんなも宵宮ちゃんが来るのを楽しみにしてる。なんや照れるな。 OK、 用事も済んだことやし、そろそろ戻るか。 I'm not gonna lie, I was very focused on this. There we go. I need more of that.若い子はすごいね。こんなに早く終わらせちゃうなんて。若者は体力があって、お年寄りは知識と経験が豊富。せやからどっちもどっちや。そういえば今年で夫婦生活も50年目だな。ええ、一年一年ただ前を向いて過ごしていたらいつしか50年も経ってたわ。50年、そんな大事な日なのか。50年前、母さんが俺を追いかけてた頃が懐かしい。もう何でたらめ言ってんのよ。あなたが私のことを追いかけてたんじゃない。そうだったか。まあとにかく50年前の長野原花火大会で俺は母さんに結婚を申し込んだんだ。そして今こうして一緒に過ごしてる。Congrats. 本当は結婚を申し込む勇気がなくて不安な気持ちのまま長野原に花火を頼んだんだ。花火が打ち上げられた瞬間もどんな言葉でこの気持ちを伝えたらいいのかわからなかった。でも空に花火が咲いて彼女の横顔を眺めていたら、その目に映る光がキラキラと綺麗で、気づいたら自然と言葉が出ていた。そして幸いなことに俺の申し込みを受け入れてくれた。この50年、長いようで短かったわ。あっという間だったわね。共に歩んできたこの50年、ちゃんとお祝いしないと。50年の節目やって知ってたらもっと豪華な花火を用意しとったのに。大丈夫よ、昔のままの花火で十分。毎年花火大会で同じものを見てきたから、逆にそれじゃないと寂しいわ。花火を見るとあの日のことがよみがえるの。こんなおばあちゃんになったけど、過去の自分の判断に一度も後悔なんてしたことない。本当に仲がいいんだな。そうだ、俺たちのことはさておき、今は花火大会で忙しい時期だろ。何か用があったんじゃないか。あんな、実はちょっと言いづらいんやけど。作次郎が帰ってきたんだな。え、知り合いやったん？うちの子の幼なじみなの。意外だな。小さい頃はいつも二人で遊んでたわ。お互い隠し事なんてないくらい仲良しで、
一緒にいろんなところへ行ってた。だけどある日すごい口喧嘩をしてね。それあの頃の作次郎は外の世界に憧れていた。稲妻はあの子にとって平穏すぎたんだろう。Sorry. けどうちの圭介は小さい頃から俺たちみたいな穏やかな暮らしに憧れてた。子供というのはひょんなことから大喧嘩をする。作次郎はたった一人でここを離れていったよ。そうやったんか。圭介は何も言わないが俺と母さんにはわかる。あの子は悲しんでるんだ。それなのに本心を口にできず苦しんでる。意地になってるのかもな。その後圭介は天領奉行に入り、めったに帰ってこなくなった。他のことなら私たちが圭介に頼めば助けてくれるとは思うけど、作次郎のことになると難しいだろうね。そんな、こんな偶然ってあるか？そうやったんか。作次郎に帰ってきた理由を聞いても過ちを犯したからとしか言うてくれへんかったけど、そんな過去があったんやな。あいつの決心がつかへん理由がやっとわかった。幼い頃は親友だったのに、今は天領奉行と、その天領奉行に追われる身になってるなんて。わかった。それなら無理に頼んでも逆効果やろな。作次郎はうちらで何とかする。だから二人は気にせんといて。この件は作次郎と圭介の二人で解決せなあかんと思う。元通り仲良くなってくれるといいんだけど。もうこんなにも時間が経ってるんだ。過去のいさかいもそろそろ水に流すべきだろう。だといいな。どうしたらええんやろ。ひとまずこのことを作次郎に伝えに行こうか。The plot thickens.